マウスの横に。突き上げられて、やります。今日はいつになく多いですか、代表。本当はね、どうしたの？とぼけている。なんかあった、いつも来ないのにね。はい、いつも、はい、いらっしゃらない方も、はい、お目にかかれて嬉しいです。皆さんおはようございます。はい、おはようございます。定例会見始めさせていただきます。まず代表の方からお願いします。はい、ウクライナ情勢についてまず申し上げたいと思います。まあ、既に報道がありますけれども、ロシア東部の、ドネツク、ルガンスク、両地域、まあ、両共和国とされていますが、そこの国家承認をロシアが行ったということであります。これ重大局面だと思います。2014年のミンスク合意を事実上、これはまあ破棄する、この停戦合意が破綻するということでありますので、これまでとはレベルの違う、緊迫した状況になってきていると思います。アメリカなどはすでに経済的な制裁を決めておりますけれども、日本も G7 がですね、一致して断固たる対応を取らなければいけませんし、国連憲章に反するような行為だと思いますので、国際社会が一致して対応することが重要だというふうに思います。こういった対応をしっかりやらないと、いざ台湾有事となったときにもですね、やはり我が国への対応、我が国の対応が問われる話になっていきますので、ここは日本も毅然とした対応を取るべきだと思います。で、合わせてすでに WTI の原油先物がかなり上がってきております。また1バレル90ドルを超えておりますので、昨日も予算委員会の質疑の中でも申し上げましたが、第2四半期、つまり4月以降ですね、1バレル120ドル以上になると、まあ、今よりも3割さらに原油価格が上がる可能性があるので、やはり、トリガー条項の凍結解除をですね、速やかに行って、さらなる原油価格の高騰に備えなければならないと思いますので、今回、われわれは、予算案に賛成するという立場を取りましたが、それはこのトリガー条項の凍結解除によるガソリン価格の引き下げということを実現するための判断でありますので、これから政府・与党ともよく連携を取ってですね、速やかに実現できるように働きかけを強めていきたいと思っております。私から以上です。はい、それでは質問をお受けいたしますので、お名前と社名とお願いします。はい、じゃあ及川さんどうぞ。はい、フランス店の及川と申します。お久しぶりです。ご無沙汰してます。大阪にずっと通ってて体重20キロも減っちゃいました。まあ一心ストレスなんですが、まあいいや、そんなそれはいいとして、まあ、各国マクロン大統領はモスクワに飛んで、5時間半会談とか、そしてその後共同会見とかやってますが、日本政府の動き、まあ、外交の動きですが、そう表立って、ことは進めませんが、日本政府の対応についてどう思うのかということと、2点目が、まあ、2019年、9月11日の段階で安倍晋三さんは、プーチン大統領と27回会談をして、ウラジミール晋三だと、友人だとおっしゃってた。だけど今回全く安倍晋三さん動かない。元首相、元大統領、例えばカーター元大統領は94年の朝鮮戦争になる時に外交をして戦争を回避するということがありました。安倍さんの動きについてどう思うか、以上にてお願いします。はい、まあ、個人的な関係もあるというふうにおっしゃっていたので、もちろん現職の総理、外務大臣中心になってやるべきでしょうけれども、元総理の外交力というのも非常に重要だと思いますので、まあ、この局面ぜひ安倍総理にも動いていただいてですね、まあ、いわゆる力による現状変更ということを避けるための外交努力を日本としてもぜひ進めてもらいたいと思いますので、
安倍元総理のそういった働きかけにも期待したいところです。日本政府の対応、はい、先ほど申し上げた通りで、少しこれまでとは違ったですね、レベルの異なる緊迫した状況になってきていると思いますので、先ほど申し上げた通り、国連憲章にも反する可能性のあることが起こっているわけですから、これは G7 をはじめとした国際社会と連携して、毅然たる断固たる対応を取るべきだと思います。はい、その他よろしいですか。どうぞ。はい、どうぞ。時事通信社の金田です。予算案の賛成に関することで質問があります。今回の予算案への賛成を決めるにあたって、事前に連合とかですね、立憲民主党さんとか、維新の会さんには何かしらご自分に連絡をされているんでしょうか。決めるにあたって、これはもう最終的に政治判断の話ですから、それはまず党内でしっかりと議論したということでありますから、他党というよりもかなり、センシティブな話でありますので、そこはまずは党内で政治判断をしてからしかるべきところに連絡をするという順番を取っていますので、具体的にいつ誰にどうやって連絡したかということは差し控えたいと思います。はい、どうぞ。支持団体 の連合さんの方はこれに関しては何かしらこう理解したり、またこういう理由で賛成するみたいなことはすでにお伝えになっています。はい、連合の会長にも連絡をしましたし、支援いただいている、産業別労働組合の幹部の方にも連絡をさせていただいて、ご理解を得ていると理解しています。はい、この他どうぞ。朝日新聞の木原です。はい、予算案について一点とまた別の方で言っていますが、はい、予算案についてなんですけれども、昨日ちょっと聞いたんですが、やっぱりですね、岸田首相の答弁を聞いていると、検討という意見が出てないように感じます。で、いろいろネットの中の情報とか見ててもですね、これで本当にトリガー凍結解除実現するのかとまだ不安に思っている方もいると。で、玉木代表がここまで大きな判断をするまでですね、このトリガーの実現に確信を持っている理由を教えてください。岸田総理と私は直接話をしておりますので、それぞれ政党を代表するトップ同士が話をしたことが全てだと思います。で、今は予算案の審議中でありますから、もし何かやると決めたらですね、それを踏まえた予算案に組み替えるという話当然出てきますから、外で言えること、対外的に発表できることに限界があることも私はよく理解しているので、その意味では曲がりなりにも自民党総裁、一国の総理と、小さい政党ではありますけれども公党の代表である私との間で、結んだことが全てだと思います。はい、じゃあ別のことを聞きます。党のですね、女性政策についてなんですけども、女性政策、一般の女性政策ではなくて党の中の女性、はい、についての対応ですけれども、例えばその参議院選挙に向けて、はい、女性候補者をどれくらい擁立するかとかですね、そういう目標があるのかと、あとその女性候補並びに女性、政治家の方へ その支援を党としてどういうふうに考えておられるのか、その具体的な目標等々があれば教えてください。はい、まず一つはですね、これはもう公式に決めて衆議院選挙の時も適用しようと努力をしてきた、35% のですね、候補者の比率目標、これは参議院選挙でも達成したいと思っております。政府の大きな方針としても、少し先に 35% という目標がありますけれども、我々は少しそれを前倒しをして、まず 35% 目標を達成していきたいというのがまず一つの数値目標です。で、もう一つはですね、単に擁立しましたというだけではですね、伊藤副代表いますけれども、なかなかこの女性、特に子育て世代の女性が、立候補することの困難さというのはですね、男性がはい、やりたいですやりますということはまた違ったですね、難しさがあるということは伊藤さんからも聞いております。その意味ではですね、
公私にわたるさまざまな悩みや問題にきちんと向き合って対応できる、ある種のメンター制度のようなですね、そういったサポートシステムを作っていきたいし、まあ、事実上現職の女性議員でそういったことをすでに行っておりますけれども、そういったものを制度としてしっかりやりたいと。でもう一つはですね、この誰を擁立していくかというときに、どうしてもこの男性ばっかり集まってですね、そこで選んでしまって、少しその選考選定自体にそのジェンダーバイアスがかかってしまうということがあるので、その誰を擁立するのかというところ自体にですね、女性の選考の目を入れる、まあ、我が党の場合は役員会にですね、2人女性議員がいますので、まあ、その意味ではそういったチェックが働くと思うんですが、いずれにしてもその候補者選考において、女性議員のあるいは女性の関与を強めていくということも我が党として取り組んでいきたいと思っております。あとはですね、まあ、そもそも単にこの選挙とか候補者発掘擁立だけではなくて、広くですね、いかに今その女性議員を育てていくのかと、日常活動も含めてですね、まあ、こういったことをしっかりと我が党としては取り組んでいきたいと思っております。党幹部の方に女性をどれぐらいとかって何かも聞いたのか。まあ、今も役員会メンバーとしては、さっき言ったようにですね、どれぐらいなら9分の2ですかね、いますから、まあ、3割ぐらいいるということになってますので、まあ、できればですね、その候補者 35% ということであれば、そういった、まあ、意思決定の場にですね、やはり3割ぐらい女性は必ず入れたいと、まあ、もっと言うと 35% 入れたいと思ってます。はい、その他どうぞ。共同通信の皆さん、先ほど予算案の賛成についてなんですけども、昨日病院紹介でも一部で慎重な意見の方もいらっしゃったと思うんですけども、今後その予算賛成3分の時にですね、党の決めたこの賛成と違う意見が、つまり反対した場合等はですね、その議員に対する処分等を考えていらっしゃるんでしょうか。まあ、さまざまな意見があるのはどの政策についてもそうなんですが、組織として決まったことに従うというのは党に所属する議員の責務だと思いますので、すべての議員が党決定に従って行動すると信じていますし、まあ、そういった思いがある方がいれば最後まで説得をすると。ただ、まあ、仮に反対ということになれば、それはもう党のルール登記に従って対応するというだけです。はい、つまり処分は検討しているということですか。まだ仮定のことについてはお答え、控えたいと思います。はい、じゃあどうぞ隣行って、その次に真田さん後ろからごめんなさいね、マイク。はい、東京新聞の内容です。まず私も予算の賛成についてなんですけれども、今回の賛成の対応について立憲の泉代表などは予算案の賛否というのは与党か野党か問われるくらいの大きな採決だとしていて、共産党の小池さんも事実上の与党宣言だというようなことをおっしゃっています。予算案に賛成するということと野党としての立ち位置の関係というのはどのようなことを考えているのか。まあ、予算も一つの政策だと思います。そして国会での法律や政策の対応についてはですね、まあ、政策本位で与野党を超えて協力するということが2月11日開かれた党大会での活動方針に明記された我が党の方針ですから、我が党の方針に従って、そして適正な手続きを経て組織として決定したというのが昨日の結論です。よろしいですか。じゃあ山田さんどうぞ。今のご質問とかかかるところはあるんですけれども、まあ、今回その予算案という、まあ、ちょっと大きな政府の1年間のこう方針に、まあ、賛成をするような形になったかと思うんですけど、今後こう岸田政権が出してくる政府提出法案に対しても基本的にはこれは賛成していくということになるのかというと、あとまた今後その野党の中でその終盤国会に向けて、まあ、不信任案とかが出された場合に、そういう場合にその
予算案に賛成している政党としてそういうのに、まあ、乗れる余地があるのかどうか、その辺の考え方になります。これ も, もう先ほど同じ答えになりますが、政策本位で与野党を超えて協力できるものはするし、おかしいものにはおかしいと言っていくということですから、まあ、これからさまざまな法案出てくると思いますけれども、是々非々で判断していきたいと思いますし、加えてですね、我々としても独自の法案や案を持っています。ですから、まあ、ある意味我々予算に賛成した以上はですね、こっちの言うこともちゃんと聞いていただきたいと思いますし、まあ、昨日あの報道ベースですけれども、我々の意見にも耳を傾けていただけるということですから、例えば伊藤孝恵議員があのまとめているようなヤングケアラー法案とかですね、やっぱり全国的な調査をちゃんとやれっていうのは、これは別に我々が言わなくても政府としても取り組んだらいいと思いますので、そういった政策であるとか、あるいはまあ我々ずっと重視をしてきた経済安全保障、これもですね、政府案は若干スコープが狭いかなと思いますので、もう少しこの人材の安全保障のような観点も入れて、より良いものにしていくための提言もするので、それは柔軟に受け入れてもらいたいし、あの我々も積極的にですね、これから政策提案提言をしていきたい、そして実現につなげていきたいと思います。はい、その他よろしいですか。はい、どうぞ。宮島です。本日的な状況はやはり国難で、で経済的にはその何が起こるかわからない、そういう状況の中で本予算について反対することが、まあ、野党の常道だというような、そのこと自体がですね、私は国民の意識と乖離してるんじゃないかとか、何か対極的にですね、やっぱり、そういう意識もあって、別に距離が一方だけのためにね、予算を賛成するんだと私はよくわからないんだけど、大きな意味で、やはり何かそこでですね、やはり対立より前に進めていくという考えで予算を賛成されたと思うんですけど、この辺をですね、あまり距離が分かり集めていると、私は対局が見えてないんだと思うんですけど、今後に読んで起こることは、その辺のお考えを伺いたいですね。はい、今ご指摘いただいたことを非常に重要なことだと思ってますし、今回の判断にも大きな影響を与えています。やはりコロナ禍だということがまず第一点です。国内で何か争っているよりも、新しい答えを、そして具体的な解決策を出してほしいというのが、多くの国民の願いだと思っていますので、昨日申し上げましたが、必ずしも政府案は100点満点ではありません。ただその我々の目指す方向、大きな方向では一致していると思いますし、やはり早期に成立させて必要なコロナ対策なども講じていかなければいけないと、まさに今対決よりも解決が求められている時代だと思います。でもう一つは、冒頭申し上げたように、ウクライナ情勢をはじめとしてですね、例えばあれだけの兵力を集中させているのは第二次世界大戦以降初めてだと思います。それ大きな歴史的な認識に立ってですね、加えて経済的にもオイルショック以降のもう 40、50年ぶりのですね、原油価格の高騰で、このことをですね、なんとか対処しなければ国民生活が壊れてしまう、まあ、一言で言うと国民生活のための判断をしたというのが昨日の判断の一番の根幹にありますので、もちろんまあトリガーがその象徴的な一つですけれども、まあ、コロナ対策、原油対策、あるいは、この低迷する経済をどうしていくのか、まあ、そういう観点からですね、今我々は小さな政党です。ですから我々が動かせる範囲は極めて限られてますが、ただその中でも動かせるところは動かして、日本を前に動かしていきたい、その意味での判断をさせていただきました。宮島さん、どうぞ。やはり先ほど、まあ、金曜日のね、予算委員会の、なかなか私は問題があって、で先ほど岸田総理との関係もおっしゃったけど、まあ、先生も、いわゆる、まあ、大平先生ですね、後継者というか、まあ、辞任しておられると思うんですけどね、やはり、まあ、宏池会の盟友でもある、盟友というか、ね、なんですかね。プリンスである岸田さんと、やはり玉木さんの間で、まあ、この間のそういう、ね、人間的な関係も含めましてね、そういうのも背景にあると思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。はい、先ほどの質問にもありましたけれども、やはり最後はですね、トップ同士の、私はもう真摯なやり取りと信頼だと思います。紙がないじゃないかとか、本当にできるんじゃないか、どうなんだっていうのは、それはもう、お互いですね、正念場ですよ、これは。
その中で、まあ、政治家同士が向き合い何かを決めていく、まあ、そのことをですね、互いに信じて進むしかないと思いますし、そこから生じるすべてのことは政治家が政治家として責任を取ると、そういうことであります。はい、この方よろしいですか。どうぞ。NHK の馬場と申します。予算の関係で、まあ、昨日の賛成をされたということで、まあ、新しい与野党の関係になっていくのかなと思うんですけれども、国民民主党としては、まあ、今後の立ち位置として、まあ、与野党どちらの立ち位置でいくのか、改めてお聞かせください。ご質問のその与党野党の定義は何なんですかね。その定義を言っていただけるとそれに基づいて答えることができますが、我々入閣もしてませんし、現在の権力を構成していませんから、明確に野党です。それはどこからどう見ても。ただ、まあ、結党以来の精神として改革中道、対決より解決ということを訴えてきたので、そしてまた先の党大会では政策本位で与野党を超えて協力していくということを党決定していますので、それに従って行動して、それがどのように国民有権者の皆さんに移り、それをどのように呼ばれるかは、それはメディアの皆さん、あるいは国民の皆さんが決めることであって、その工学的に言えば我々は明確に野党です。どのように移るかについては、それを国民の判断に委ねたいと思います。どうぞ。さあ後ろから。皆さん、京都新聞の田中です。吉田前の、まあ、今までの対応なんですけれども、まあ、大先ほど、まあ、反対がですね、まあった場合、当時としての、まあ、決定に、まあ、反したからですね、一貫して、まあ、党の利益を当時に従っているということでしたけれども、これ、基本的に、まあ、予算案だったり、重要法案に、まあ、会派の、まあ、意識的と別の意思を判も、まあ、示された場合ですね、どういうような処分というものが原則考えられるんでしょうか。それは過去の例に従って傾聴はですね、それぞれの積み上げた過去の例があるので、まあ、それに準ずる形で行っていくということになろうかと思います。具体的にちょっと私把握していないのであれなんですが、さまざまな処分があったと思います。ですから、その党のルール規約、そして過去の具体的な事例、まあ、そういったものを含めて総合的に判断していくということになろうかなと思います。はい、前回の研修なんですけども、党内でのプロセスというのはどれから進んでいくんでしょうか。はい、私の方からそれを補足させていただくと、はい、倫理委員会というのにかけられた後に党決定ということになると思います。これは事務的に。はい、どうぞ。テレビ朝日の相澤です。昨日ですね、都民ファーストの会が今年 の、 参院選挙に代表の荒木さんを擁立する方向で調整に立ったというニュースが出ておりますけれども、なんでこれでファーストの会の公認候補に見通しという内容なんですけれども、これについて都民ファーストから何か、連絡といいますか話があったのかということと、まあ、仮にこうなった場合、国民民主党としてどのように、これに対応していくのかということを教えてください。まだ伺っていませんので、まずはお話を伺いたいなと思っています。はい、その他どうぞ。大丈夫かさん、もう一回どうぞ。はい、フランス戦の及川です。2点ほどお伺いしたいと思います。玉木代表、経済に明るいので、トリガー条項ですと、灯油、重油などが対象外になりますが、まあ、原油高に伴う物価上昇に対してどの程度の効果があるのかということと、あと公明党さんの伊佐新一議員とか、あと何人かの議員の発信を見ると、トリガー条項解除に対して極めて反対の意見を述べていますが、公明党さんがトリガー条項解除反対して、国民民主党と総理の間で決められた話し合いがおじゃんになる恐れはないのかということをお伺いできればと思います。
私は今政府がやっている元売りに対する補助といわゆるトリガー条項の凍結解除は併存可能だというふうに思っています。まあ、当面は補助の拡充ということでつないでいくことが必要だと思いますが、その中でまあ税制改正などをする中でですね、例えば油種の追加、つまり対象となる油をですね、対象拡大するということも検討すればいいと思いますし、我々もそういったことを検討しております。で、今の場合でガソリンと軽油、ガソリンだと25円10銭、軽油だと17円10銭下がるということになりますけれども、ただ重油に関してはですね、例えば農業分野ではその重油に対する対策がありますし、灯油に関しては福祉灯油という形でですね、所得の低い方に寒冷地についてはそういった、まあ、福祉灯油という形で灯油に対する補助があるので、包括的に言えばですね、網羅されているんですが、もしそのトリガー条項をいずれにせよ法改正で見直す必要があるときにはですね、そういったまあ油種の追加なども考えればいいと思います。で、効果について言えばですね、今の制度でやった場合であっても個人の家庭に対して約7000億円年間の負担軽減効果がありますし、企業に対しては8000億円の負担軽減効果がありますので、その8000億円分が余裕にあればですね、8000億円使って賃上げの原資に回すことができますので、そうするとかなりですね、賃上げを実現できる後押しになるんじゃないかなと思いますので、我々が唱える給料が上がる経済の実現のためにもトリガー条項の凍結解除をぜひ実現していきたいと思います。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。